どうも、マシュマロです。皆さん、僕ってクロノド好きじゃないですか。それって今どうでもいいんですけども、いや、どうでもよくないんですけども、今回はですね、僕の大好きなアニメ、クロノドというね、まあ恋愛家族バラエティ番組、すごい神アニメなんですけど、神だけに噛む。てか、クロノドに関しては、ほんまに俺何週も見てるんですけども、毎回同じとこで泣いて、感動しすぎて、その後しばらく見終わった後引きずるみたいなことがあるんですよ。皆さんも多分感動する映画とかを見終わった後に、しばらくなんか放心状態になるじゃないですか。あの感じなんですよ。そこで気になったのが、クロノド見た後、クロノド、もう見たくねえ。もう見たくねえな。クロノド見た後に、テンションを 100% に持ってけるやつマジでいないです。これが2019年下半期で一番言いたかった企画なんですけども、被験者の皆様には、クロノドアフターストーリーっていうね、2期の、まあ一番僕が感動するなと思うところ、ちょっとネタバレごめんよって方は、僕と友達になった後にチャンネル登録をして、ブラウザーバックして、また見た後にこれを見てください。はい、ということで、主人公のともやが娘とね、再び生活を共にしようと決意するようなシーンがあるんですけども、そこのね、その辺のあたりのね、3話ぐらいを見てもらいますと。で、それを完全に見終わった後、見終わった瞬間に、Come on baby, America! ってやってもらいます。まあ、要はですね、クロノドという感動するようなアニメを見た瞬間にテンションを 100% にできるかというね、究極の切り替えオンオフ実験でございます。というわけで、メイクユットパスボーウィズ、うしろー泣かないように頑張ります。うわ、緊張する。ちょっと、泣きそう。まあ、クロノドって一応家族っていう意味なんですけども、うん。なんか、いろいろね、やっぱこう、いろいろこう、ヒーローと、ヒーロー、ヒロインね、それぞれ、こう、背負うものがあって、被験者一人目、花尾から、いきます。はい、とりあえずね、早くも16話でね、僕はちょっと、ぐるっと来てしまったんですけども、テンション的にはですね、汚れが表面上に出てきてる感じですね。温泉使った感じと一緒ですね、なんか。はい、ということで、続きをね、見ていきたいと思います。無理やろ、無理だろ。カモンベイアメリカ、ウィズネル。というわけで、こんな感じですね。ありがとうございました。はい、ということで、本当に僕が見てきたアニメって有名どころというか、遊戯王とか、まあ、学校で絶対流行ってるみたいな、要はアニメ好きの人が好きなアニメっていうのにあんまり通ってこなかったんですよ。だからこういうアニメをね、まあ、今見てどうなるかって自分でも楽しみです。それでは、ね、16話レッツゴー。はい、というわけで、解説の花尾です。さあ果たしてどうなんでしょうか。見ていきましょう。おっと、こいつまた2回目の携帯いじり。作品に全然熱中しておりません。これはイエローカードじゃないでしょうか。お前は何を学んできたな、伝言。大人になってもそれのか、伝言。朝にやるのは洗顔。すいません、言いたすぎました。さあ作品にようやく戻ってきました、伝言さん。少し集中が切れているんですかね。
さあ表情としてはね、16話またいじっているこの男、 LINE を開いているのが分かります。おーっと戻ってきました。もう許せませんよ、これは。これは極悪非道の犯罪人。何うなずいてんだお前は。そんな携帯いじってるやつなんかに何が分かるんだお前と言いたいところですが、そこはぐっとこらえて先を見てみましょう。さあ電眼くん、ちょっと何その広角上がり、何どういう広角上がりそれ、そういうシーンやったっけ今。というわけで今多分人と何やねんお前、だからその顔この顔なんなん、この俺何も思ってませんけどみたいな顔。おっとこの辺で表情が少し真剣に切り替わってきたよ。おっとでも表情が明らかになんかね、ドゥーンドゥーンってなってます。ドゥーン、まるでそれは日本の梅雨ですね。今多分アニメで言うと中盤ぐらいなんで、おそらく今ね過去の回想で、おーっとちょっとこれ泣きそうなんじゃないの、顔がやはり険しい険しいがなんとか耐えている。なんかもう別人の顔に見えてきましたね。なんかもう顔つきがもうなんかスポーツアスリートですもんね、これもうね。なんか相方のこういう泣きそうな顔を見るっていうのはちょっとすごいエモい気持ち、エモいというそんな生半可な言葉では表せません。これはもはやデモイとでも言いましょうか。なんか鼻息がスー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 聞こえましたね。あーっと涙を流しているのか、これは今めっちゃいいとこです。僕も泣きそうです今。もうなんなら見たことない人が途中から見ても泣けるアニメ、それがクレバドです。さあもうクライマックスですね。最後見ていきましょう。おっともう指遊びしてるお前。悲しさをちょっと紛らわせようって指遊びをしている。ごめん電眼、ちょっとそれは面白すぎるわ。この電眼の顔1週間待ち受けにしよっかな俺っていうレベルで面白いですね。面白いじゃない、もう泣きそうになります本当に。放心状態。おっと USB が終わったようです。見終わりました。さあここからどう振る舞ってくれるのか。さあそれでは電眼さんの USB ゲームを見ていただきましょう皆さん。さあここから USA ゲームが流れてくるはずです。おっと始まった。元気だ、元気すぎる。あ、歌いはしない、すみません歌わせるの忘れてました。でもテンションは高い感じはしますね。でも顔に笑顔は、顔をご覧ください。おっとここで我に返った。放心状態が少し残っているかのようですね。いやでも踊り自体はね結構激しい感じで良いと思いますね。でも見てください、表情見てください。全く楽しんでいません。この顔、この無表情、この動き。先ほどまでの踊りはどこかに行ってしまった。嘘のようなテンションの切り替え。嘘のような虚無顔。まあ、自分も同じ境遇になった時にどうするかっていうところ。考えさせられた作品でございました。真面目かお前。ぬいりんです。では今から私も見ていきたいと思うんですけども、言うて泣かないと思うんですよ。いやでもこれはずっと花尾さんが泣けるって言ってくるんで、逆にでもどうせ泣けるんでしょみたいな、ここでしょみたいな、どうせが国みたいな感じ。はい、というわけで16話ね、終わったんですけど、はい、まんまとはめられました。はめられちゃいました。出産という名の人間の神秘ですからね。読書感想文言っていいですか。ああ、読書感想文ぜひお願いします。16話の家族の名前みたいなのが家の前に、あの表札でね、はいはい、あれあの3人書いてあったじゃないですか。あ、牛尾とね、はいはい、長男か長女いるんだと思って、2人目の子なんだと思って、ずっと見てたら、ああ、そこにすごいね。1話でそこに登録できるのはと思ったら、そう今から生まれてくる子っていうね、の名前が書いてあって、そこで
らダメだ、ベタすぎる。この企画考えたら鼻を覚まし、絶対サイコパスやもんな。